こんにちはえっとこれは昨日のやつなんですけどパズルブックね意味が分かったのでもう一回やりますうん水道を開けて顔を洗って 歯磨いて風呂入って、風呂から出てさっぱりして、鍵持って、外出ようとしたら、えー、ここです。ここのコマが前回から変わってるんですけど <laughs>、<laughs> 私ね、前回、あの、全く、全く分からないという状況で、なんでかっていうと、この最後の絵を完全に勘違いしてたっていうことが判明して、<laughs> これが俺ねもう玄関の扉を開けて外が暗闇で,でその外の階段が凍っていますみたいな雪が降り積もってて凍っていますみたいな絵に見えたのね。でその玄関の外が凍っていることなんて自然現象なんだからなんかそれに対してなんか別に過去の自分の行動に対して振り返れるようなものないよねっていうふうに思い込んでたんですよ。 前回。で、えー、そうじゃないよということで修正されました。水が溢れてる。つってんですね、これ。<laughs> だから、えっ、ー、と、2ページ目で水道の蛇口開けてから、この水道を止めるっていうコマがないので、これが出っ放しだよねっていうことをここで言ってるらしいんですよ。だから、だから、まあ、パズルをブックを 2を飛ばして134っていう風に進めれば 2, 2のページの存在がなかったことになってえ水が溢れているという現象はなかったことになったっていうそういうパズルゲームでしたということをえ1日経たってやっと分かったねなんでこっから初見です車に乗って ライトを出してるから夜なのかな。でえっ、ー、と森について木を斧で切ったら半分切りました。で押してだけど倒れない。 それが倒れるようにしなさい。うーん。でもな身を飛ばしても別にね。関係ないもんね。 どうするこの下がこれこれこれ関係あるか分かんないんだよねこの下半分が消えてますよとかっていうのは別に関係ないような気がするんだよな。うーんとちゃんと考えても分かんないね。 なんであれなんでなんでそうなる先進めるようにはなったあーこれが大きくなってるねつまり切れませんでしたの後に諦めずにもう一回打撃を加えるっていう2ページ目を何回も読むことによって 木の状況がどんどん削れていくってことになったっていうふうに理解したそしてその木を持ってすり上げて飾り付けをしてコンセントをかかって抜けてくっつけても光らない。 抜けてるからね。抜けましたっていうこの下のこのコマが存在しなければいいんだよなーっていうやつじゃないのか違うのかな全体的にこの下を隠し隠して進めるんじゃダメなのかでも見えちゃってるね。つついちゃった。ついちゃった。 えー、合ってんのかな僕は見ちゃったけど、2ページ目の下半分が消え、消えている状態で3ページ目に遷移したから、やっぱそこのコマの存在がない状態で次のページに行ったので、大丈夫だったってことこれで本当に終わりかなこれは本当に終わりかな 怪しいよね。なんか状況が変わるから怪しいよね。ヒント機能っていうのもあったんだよな。えっ、ー、と。solve your way through the story by only using a yellow b r a n c i n g b u t t o n 黄色のボタンしか使わないで解きなさい。solve the comic by changing the way you read it. あなたの読むコマを変えなさい。 Does something exist it if it is not observed? 見ていないものは存在するのでしょうかなるほどねいや。ここまで来ると、やるべきことは見えるのかなという感じもするけど、まあ、とにかく私は、一番最初に、一番最初のパズルで何をするのかがいきなりわかんなかったんだよね。一番最初のパズルって、 ここのショーでさ眠ったまんまこのこれが起き上がらなかったらじゃあどうなるの寝たまんまん関係ない関係ないか関係ないのか この章はあくまでイントロで、ここの操作の仕方の説明だけなのかなうん。これ一番最初のページがさ、一番難しくないあの、枚数が4枚あるのよ。枚数が4枚あるの一番難しくないですかちゃんと理解して、 ちゃんと理解してここ行ける人いんのかなまあ、とにかく私は前回の動画でね、もうこうこの一枚の絵の意味が全く見当違いのイメージをしていたせいで、なんか、だから何をするみたいなところまで全然飛躍できなかったっていうのが敗因でした。<laughs> はい、すいませんでした。絵がめちゃくちゃ可愛いよね。これ、これ今回の、あれじゃない 今回のゲームジャムで一番可愛いまであるな、今のところ。このアライグマ君を超える奴はいるんだろうかアライグマ君レッサーパンダわかんないけどね。あノキ海外ではパンダパンダって呼んでました、これを。<laughs> では、お疲れ様でした。いや、すっきりしました。